かわいい、やった。主役は君。さっき TikTok も投稿しました。今日は見てください、踏み込みのちょっと白ふわふわ、ちょっとちょいふわふわの、ちょっと低めのツインテールです。かわいいでしょう。そうなんす、我ながらかわいいなと思いまして、僕の好きな最強ツインテール似合いすぎてキュンしする、なんで二つに結んだの、男たちは首だけ、今日の君は最強ついて、もっともっと好きになる、今世界で一番可愛い人だっけ。明日、あのね、今日はアンレイムのファースト EP の、リリース記念特典、予約特典会だったんでございますけど、だったのでございますけど、明日もあるんですよ、実は。明日もあってですね、髪型を実際迷っておるわけでござるます、待ってるわけでござるますですよ。明日はですね、なんと席替えもあるのでですね、なんだかな、可愛い写真で見える可愛い髪型がしたいでござるますよ。絶賛迷い中でござるます。これ衣装言ったらダメなのかな、どうなんだろう、衣装言っちゃダメなのかな、衣装はかっこいい系じゃないんですよ。明日行きたい、おいでおいで。そう、今日はアンリームの衣装だったんでござるますが、今日は、明日はですね、違う衣装でござるんですよ。まあ、かっこいい系ではないでござるますね。ヘムヘム。当日券あるのかな？あります！当日券あるので、ぜひ会いに来てください。そう。当日券もあるでござるますよ。ぜひ来てください。そうだから、衣装何にしよう、衣装じゃないや、髪型何にしようかなって思ってるでございますよ。嬉しい、当日券嬉しい。明日12時から、おいでおいで。当日券全部のイベントから選べるの、そのイベントの1時間前ぐらいとか、ちょっと分かんない、時間は忘れてしまったんですが、から販売されるんです、当日券は。だから来るしかないでござるでしょ。例えばじゃあ明日12時からファンミーティング、一部がある、3部もあるんですけど、ファンミも一部が12時からなんですけど、だとしたら11時から当日券が販売されたり、まあ、もうちょっと直前に行っても多分買えると思うので、行きたいところの時間に行って買えるよっていうパティーンでございますね。今日はスペシャル撮影会だったんですが、明日はワンショットチェキ、私のピンのチェキが撮れますって感じなんですよ、って感じでござるますよ。そう、
お見送り神部だったでしょ。そうだから明日はね、写真で残るのでどんな髪型にしようかなって思ってて、お見送りだけループしてもいいの？あ、ぜひぜひ、全然大丈夫ですよ。お見送り神部だったんですよ。通所じゃないです、明日は。ワンショだけ、ソロチェキです。私のお見送りはもうめっちゃ話せる、びっくりした今日。まあ人数的なのもあったかもしれないけど、これ金額の話とかしたらめたい感じ、めたい感じですか？ちょっとメタ発言になるかな、ちょっとめたくなっちゃうかな。そう、明日国際展示場見たいか。確かお見送りって2、そう、ワンショ、明日ワンショだよね、確か確か。でなんかゲームしたらサインもらえるかもみたいな。そう、お見送りは確かサインとかは、まあ、CD2 枚分の価格なんですけど、ちょっとごめん、メタ発言ねめたいんですけど、お見送りは、まあ、1枚でいいんですよ、まあ、2,500円ぐらい、消費税含んでぐらいなんですよ。ちょいメタ発言ね、ちょいメタ発言なんですけど、 AKB の、まあ、握手会、まあ、握手してるから話は別ですが、まあ、大体1000円ちょいで1枚で、まあ、10秒ぐらいじゃないですか多分ね。今日一人でめっちゃ喋ったよね、有識者の方、今日のお見送りいた方ちょっとそれはあかんって、めたいんですけど、 3,40 秒ぐらい喋ってた。それは嘘かな、有識者、今日来てた方いるかな、私のそう、わかんない、いるかな、言ったらグループ握手会、あ、もう結構話した、結構話したよ、本当にめっちゃ話してた。これはでもお見送り会の話なので一番最後の部だけだよね確か。お見送りはそう、全員と喋ります。だから30ぐらい喋ってる気がする。そんな喋ってないかな、こいつ握手かける5って感じ。そんな喋ってた、でも結構喋ってたよね。いや持ってない、持ってないけど、そう、粘って3枚分ぐらい喋ったよね多分。そうから、まあまあ、おすすめっちゃおすすめですね。わかんない、これ私がこうやっておすすめしちゃって明日人いっぱい来て短くなっちゃったらごめん、話が違うってなっちゃうかもしれないけど、喋れます、喋れるには喋れます。あ、ありがとうってお見送る感じじゃなくて、もう一旦立ち止まって、あ、ありがとう、楽しかったね、めっちゃ楽しかった、ありがとうねを、まあ、20秒ぐらいは絶対喋ってるよね絶対、盛りなしで。じゃあ盛らないでちょっとリアルな話したら多分20秒ちょいぐらい喋ってると思う。あ、劇場のお見送りとは別ですね、あの握手会の握手しない場みたいな感じですね、まあ、ちょっと盛ったり、私の今のこの体感の話を盛ったのプラス粘ったら3枚分ぐらいは喋れると思う。20秒もあったら無言で天井見上げる時間は生まれません、生まれません、そんな時間は生ませません。そう、お見送り神部です。ちょ、お見送り会っていう名前にさちょっと騙されてるよね完全に。
結構ガチ粘ったら3枚分ぐらい喋ってた今日は。いや多分絶対ね、そんな気がする。そう、サイン会よりも喋ってた。サインの方が流れ早かったかな。神を見送り会そう、ちょっと今日のイベントの内容をちょっとメタ発言含めてちょっと言わせてもらいました。お見送り流されないんですね。そう、丁重にお見送り、丁重お見送り会って感じですねそうって感じでした。そうで、ファンミは一曲披露して、ファンミは一曲披露して、なんか企画やったりって感じでした。曲はみんなとでもちょっと参加型って感じですね。言っていいのかな、ダメ、まあいっか、あのこれで行きたいって思ってくれたら全然私はいい、もうネタバレ OK。 ちょっと言えないよ、言ったらめたいけど、まあ興味を持ってもらえたら全然問題なし、問題なし。でソロチェキはもう私がなんかみんなにハートしてほしいなってもし私に言ってくれたらハートするし、猫ちゃんがいいなってしたらやったりしますね。明日はそう、迷ってる方内容分かった方がそうなんか来やすい人多いかなと思ってもう言っちゃう。サインはゲームに勝ったら書いてあげる。今日ね、企画で勝ったので、今日のファミの企画で勝ったのでアタチシュタバカードゲットしちゃいました。ヒューヒュー、うれしい。2000円分のスタバカード今日ゲットしたんです。ゲームなんだっけな、忘れちゃった。スタバカードゲットしました、イエーイ。2000円分。そう、今日2部はね実際外れない、絶対勝たせますよ。チェキゲーム、私わかんない、どんなゲームだったかも忘れちゃったから嘘かも。イエーイ、スタバカード2000円分。2000円つったらどんぐらい飲めきかな、 3.5 杯ぐらいかな。ちょっと明日のミニゲームなんだっけ、忘れちゃった。まあでもそんな感じです。アンデム神イベなんだよな、ごめんだけど、ごめん、ごめんな、神イベでごめん、神イベ、神イベでごめん、神イベでごめん。そうだから明日髪型ね、明日ソロチェキがあるので、そう、ファンミも結構近くで見れるんで、おすすめです。もう一番前の席だったらもう対面で喋っちゃうぐらい。そう、あと撮影家なのでもう常に「かわいくてごめん」、懐かしい。チェキ買い複数買えます、もう全部複数買えます。そう、え、撮影確か常にだったよね。ファンミとか常に撮れます。
もうずっとずっと取れる。サイン会も座席からはずっと取れます。常に他の方にサイン書いてる風景も取れます。常に、そう、常にだよね。ソロはあれだけど、そう、ファンミはスマホのみ。それ以外はサイン会はカメラとかも OK って感じで、ファンミの終わりの、ファンミの終わりの、ファンミの後にお見送りがあるんですけど、それは撮影館です。それもだけど、一番最後のお見送りは撮影はできないんですね。だから特典会、ファンミのお見送りだけは、ファンミについてるお見送りは撮影可です。ファンミはずっとまるまるもう最初から最後まで撮影可っていう感じでございますね。ちょっといっぱいあるから難しいんだけど、そうそう、だから明日は写真にね、まあ動画今日も撮ってたけど、あれ明日撮影じゃなくてハイタッチか、あれあれあれ、ごめんなちゃい。明日はじゃあファンミプラスお、ハイタッチお見送りか。ハイタッチは撮影ダメなのか、明日は。ハイタッチ、今日の撮影の代わりにハイタッチか。ソロチキはそう、確かスタッフの方が撮ります。で印刷できたらどうぞ。でもしゲームがなんかちょっとあれで、あれだったらなんかサイン書いちゃいます。そう、明日は私とハイタッチできます。ファンミ来たら、ファンミ来たら確定でハイタッチ、しかも多分これじゃない、こういうハイタッチができます。こうじゃない、わかる、この差 0.2 秒か1秒かですね。私はできます。みんなは知らんけど、私は OK です。こういうハイタッチ、粘りハイタッチ、私、まあ、ちょっとみんなは許可取ってないんですけど、私は粘りハイタッチ OK で、あ、ちょ、これはちょっとあれなんですけど、これで、これはちょっと私がスタッフさんに怒られちゃうので、こういうソロチキはですね、確か5000円かな、確か。はい、眠りハイタッチ、そうです、そうなんですよ。明日はそんな感じです。5500円かな、そう、ソロチキは5500円で、ゲームに勝ったりなんかしたら、サイン書きます、書きちゃいます。まあその前にサイン会もあるんだけどね、そう、そういうことでございます。サイン会は全員のサインがもらえます。こういうポストカードに全員の、サインが書かれます。そうなんですね。そう、明日はそう、まあソロチキがあるので、髪型どうしようかなって思ってるんでござるますな。明日はコロネツインか編み込み、ここ三つ編みか迷ってる。他の髪型でもいいなと思ってるんですけど、まあ明日の衣装がかっこいい系、今日のアンレームみたいな衣装ではないことだけはお伝えしておきます。どうしようかな、三つ編みにしようかな、
お渡し会って何やるでござるか。お渡し会、お渡し会、多分お渡し会、お渡し会、 CD どうぞってお渡しかな。どうぞって感じ。どんな感じ、わかんない、わからない。明日サイン会じゃなくてお渡し会。あ、もうダメだ、もう全カットだ、今の話全部把握してない、怒られる。一回お清めるわ。よし、清めた。明日生写真だっけ。明日お渡し会はメンバーソロポストカードが、お渡し、直接私が、私のポストカードありますね。こうやって私が握ってみんなにどうぞってします。じゃ今の、そう、あのサイン会とか言っちゃったのはなんか邪気のせいだったから、一旦ちょっと清めてもう一プッシュしとこう。一体いい感じ、なんかすごい、あのなんか温泉の匂いがしますね。まあ、一回清めといて、私がもうみんなにこうやってやったポストカードをみんなにどうぞします。あ、大丈夫かな、これもう手相がつくぐらい。ポストカード、ポストカードに指紋がつくぐらい握りしめとくわ。私から話せるんじゃないかな、やったことないからな。多分話せるはず。多分ね、初めてだからどんな感じかわかんないんですけど、ちょっとしたらリップついちゃうじゃん。そう、そうなんですよ。まあこんな感じでイベは盛りだくさんでございますね。まあ、私の一番のおすすめはファン、ハイタッチのできるファンミとワンショットとお見送りとお渡し会かな。まあこれが私の一押しかな。結構おすすめだな。うん。でもさ、みんなさ、私の髪型決めてよ。決まる、まあ、でもさ、決めてって言いながらもう正直心の中では若干心に決めつつある。誰のワンショットがおすすめですか。え？私じゃない？私じゃない？私以外いる？まあ、みんなに言ってもいいけど、まあ、どう考えてもひなちゃんが一番なんかいいと思うんだよね。もうあんなポーズやこんなポーズまでできますよ。みんなのご要望のポーズいっぱいしちゃいます。はい、衣装？しょうがないな、衣装言わないよ、言わないけどヒント出してあげる。ちょっと声出ちゃう。ちょ、ミュートにするから口パクで読み取って。これ口パクにしたらさ、あの言ってないことになるでしょ。いくよ。あ、今何の時間だったかな。間違えて私がミュートしちゃった時間だったね。焦った。汗。今何もなかったよね。何も起きてなかったわ、今この時間。
なんか無音の時間が流れただけだよね。みんな分かった？あのコメントも履歴残んないから、みんな分かったならさ、あの送って、あ合ってるか言うから。あそう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 、そんな感じそんな感じ。あそう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 、あーそう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 、4文字4文字、漢字だと2文字。そう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 、そうですそうですそうです、ほぼ言ってます。言ってません、言ってません、言ってません。まあまあ、まあ的な感じのやつなんですけど、そうだから髪型どうしようかなって悩んでるんですよ。まあそう、母音で言うと A から始まる感じですね。そう、喋ってないです。そう、口だけ動かしただけ、口を動かしただけ、それがなんかたまたまそれに見えただけでっていうね。怒られない、大丈夫大丈夫。そうだから髪型どうしようかなって思ってるんですね。そう、私のなんかみんなに髪型を聞いてるんですが、私の中で半分、まあ、半分4割ぐらい決まってる心の中で。いや、そう、編み込みみたいな、三つ編み、三つ編み、三つ編み、どう、三つ編み、あり、三つ編みかコロネツインか巻き下ろしが今んとこ有力候補かな。そう、この前の善悪で平田さんがやってた、そう、髪型。非常に迷ってるんですよ。なんかそう、私がさ、ツインテール好きすぎてツインテールしかしてないから、なんか巻き下ろしとか超シンプルなのもやったこと、巻き下ろしちょっと邪魔だなって思って、そう、巻き下ろしも非常にいいんですが、巻き下ろし、まあでもアンネームのイベント来週も再来週もあるので、まあ今じゃなくてもいいという気もしているが、どうしようか。まあね、聞いてるけどあれで、私の中で正直もう決まってる。そうだな、そうでね、チェキで映える方がいいから、よし、決めました。もう決めましたっていうか、聞いておきながら半分ぐらい決まってたんで、はい、明日三つ編みにします。多分、まあ、言わない方がいいかな、言わない方がいいかな、言わない方がいいかな、明日のお楽しみにしといたらよかったかな。まあいっか、言っちゃうわ。まあ私は三つ編みするんで、ぜひみんな来てください。可愛い私います、多分似合ってます。じゃあ我ながら言っちゃうんですけど、多分似合ってる。そう、制服の三つ、時を戻そう、時を戻そう。じゃあコメントが悪いでしょ、どう考えたって。ねえ、コメントが悪いでしょ、言ってないのにさ、コメントで読ん、
時を戻そう。時戻します。時戻します。まあこんな感じで、そう、全然聞こえなかった。まあ三つ編みってそういい感じじゃないですか。三つ編みってさ、あの衣装にはさ、ちょっとなんか気分上がるって感じじゃん。だからそう、塩直食べしますよ、よく。やばい、なんか呪われそうって時直食べするよ。舐めちゃう、直舐めする。そう、なんで明日はじゃあ三つ編みでいきます。きっと三つ編みでいくことでしょう。だからみんなおいで。キャワウィー髪型します。みんなおいで。明日はお見送り、ファンミのお見送り、ハイタッチ。ひらちゃんしか見てなかった。本当？本当かな。みんなおいで。お渡し会はちょっとどんなのかわからないんですけど、まあ、あのやったことないから、これね、ポストカードをもう指紋と手相を私が写してから皆さんにお渡しします。そしてワンショットはもうとびきり可愛いポーズしちゃいます。お見送りは、そしてお見送り、今日と同じお見送り、あ、明日お見送りない、お見送りないかな、明日。わかんないけど、明日も見送りあるか、はあのいっぱい喋れます。はい、まああのシールドないんで、そこがいいとこじゃないですか。あのレイムのいいところ、シールドがない、シールドなしで写真撮れる、あるよね。写真は明日撮れないんですけど、今日のスペシャル写真会とかはあれなんですよ、シールドなしでみんなとね写真撮れたり、そう、まあそう、まあ、今日の体験の話ですけど、まあね、多分そんな感じで、まあ一度来たら何これ神べと言わざるを得ない、まあイベントだと思うんですが、ぜひ待ってますてな感じ。そうやで、お見送りだけでもおいで、待ってるね。楽しかったでしょ今日。私も楽しかった。今日の場所はね、国際展示場駅からまあちょっと歩いた TFT ホール300というホールでやります。イベント前、詳細はアンレイム公式ホームページをもし調べていただ、検索していただけたら多分出てくると思うので、ぜひ皆さん来てください。ちょっと探し物、来てください、待ってます。そう、ファンミプラスハイ、あ、まとめてくれてるって、ファンミハイタッチ1部3、そう、ファンミプラスハイタッチが1部から3部、全員渡し会の1、2がその後1、2部あって、ソロチェキお見送りですね。今日より1部少ないのかな。
ソロチキどうなんだろう。お、当日の人は現金使えないはずだからそこだけ注意かなとのことです。有識者選挙。ハーミナイアルの、まあまだ言えませんが、楽曲披露はします。確か一曲。クレカか楽天ペイでしたね。だそうです。 au ペイとか line ペイとか使えないんだ。とのことでした。楽しみ。髪型決めたから寝れそう今日。明日集合早いんだよね。今日ヘアトリートメントしよう。じゃあ明日のために。明日みんなが来てくれるらしいので今日はヘアパックしていい香りにしておこう。よし、ジルのヘアパックしていい香りにしちゃおう。いや、いい女だな。今日ね、ハンドクリーム塗ったらね、マネージャーさんにいい匂いする、このなんかすごいいい匂いするって言われたんですよ。空間がこれ回し物です。このハンドクリームの回し物、これつけただけで空間がいい香りになる。はい、みんな買いましょう。もう手じゃなくてその空間がいい香りになるという紙ハンドクリーム。はあ、いい香り。もういい香り大好き。あ、男性でもぜひ使ってください。え、いい香りするって言われてモテちゃうよ。爆モテしちゃうかも。もしかしたらカード、ポストカードにいい香りついちゃうかもね。そう、まあっていうかあれですね、こんな可愛い髪型見れるのアンレイムしかないから。こんなの、こんな、自分で言っちゃうけど、今日の TikTok みんな見てくれた？撮ったんだ今日 TikTok。 わかんない、そんな忘れてた。主役は君。もう一個撮った。うんうんうん、曲がちょっとまだちゃんと覚えてないキャラ、曲が無言ねなら踊れる。こんな感じでした。これも撮ったけど、まあ明日の方が可愛く撮れるかもしれないから明日も撮ろう。AKB の研究生のねとこで投稿したから、みんないいねとコメントしてきてね。もちろんしてくれたよな。さあアップデートしよう。大好きな人が入荷はいかだ入
少しでも私のせいならいいな、わしもされる愛が見つかる、嬉しくなりすぎる新しさです、アップデートアップデート。歌歌いたいな、大好きな人が可愛かったにゃ、少しでも私のせいなら、私は住んでる何か見つかる、嬉しくなりすぎる、かわいい振り、アップデートしよう。ねえねえねえ、私の一番かわいいところに気づいてる、君が一番すごいすごいよ、すごすぎる、そして君が知ってる私が一番かわいいの、私もそれに気づいた、だからそれかわいい。でも歌はさ思い浮かばないんだよね、なんか良さそうなんて思い浮かばないんさ。なんかいい感じの、なんか歌いやすそうな感じ。なんかズレってさ、うまくないく聞こえるからさ迷ってるんでござるます。手挙げた。好きな曲難しい、 AKB の曲難しいです。これいい曲やな、サビがいいんだけどな、あんま浮かばない。曲がいっぱいありすぎて選べないわ、 AKB って AKB って曲が多すぎて、もうすごい曲数がすごい、とてもいっぱい、これ好きな曲うまく歌えなかったらどうしよう。一曲だけでちょっとさ練習しないと、でもうまく歌えなくなっちゃうからさ練習しようかな。ちょっと今日一曲練習しよう。接続。歌えるかな。歌えなかったらごめん。わあ、ちょっとうまく歌える自信ないな。まあ、練習だから、これ今日これだけ。練習。心配。
歌いやすいですね、非常に。この曲前より歌えるかも。前より前よりうまく歌えるかも。いいっすね。いけてた。なんかこの前よりうまく歌えてない？ユキでは？ですね。一人で歌う曲じゃないよこれ。あ、なんか前はすごい返しがすごいいっぱい変に聞こえたんだけど、
なんか今日全然大丈夫。なんか普段から歌ってないとフルで歌えるか不安だから。って感じですか。普段からあと何歌ってんだろう。わあ。てか大声ダイヤモンド。いいな、いい曲だわ。いい曲すぎて泣けちゃう。なんかいい曲だね。いやー、なんかツアーで思ったけど本当にいい曲だわ。みんなすごい聴きたい曲が同じって感じ。いい曲だな。Thank you.
名曲。名曲だな。とて名曲。あのね、この2曲のいいところは「好きだ」って言って「俺も」ってところと「好き」って言葉の時「好き」が言えるんですね。これ。私これほど最高な掛け声がある曲世の中いないんじゃないかって、そこみらとかあと挨拶回りで思ったの。どうこれ、いい曲すぎない？いやほんと私もニヤニヤしちゃう、ニヤニヤしちゃうわ。なんかなんだかんだなんか自分たちのさ課題曲だったからとか関係なく盛り上がる感じしませんって思う。そういうなんかなんだっけ、ひいきなしで、ひいきなしでめちゃめちゃ盛り上がるなって思うんですよね。本当は いつ今でも君なんだっけ、本当は今でもそばにいてほしいよ、だけど君を引き止められない。やばい、好き好き好き、めっちゃさツアーでやって好きなんだよね。これ1回しかできないのかと思って。難しかったわ。でもめっちゃいい曲、大好き。ツアーでも大好きになったこの曲、ツアーで大好きになったのこの曲。なんかわかんないけどサビがめっちゃ好きで、好きと言ったら好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮したっていい人なんて褒めてくれないよ。振りが好き。あとやっと二人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいのよ。振りね、これ難しくないんですよ。呆れるくらいバカフルデイ、今日こそ恋人になろうよ、幸せな恋人になろうよ。これラスサビだったけど、そう、良くないですか、いい振り。振りも大好き、バカブルのところが好き。振りは呆れるくらいバカフルデイの振りがいい振りですね。好き、でも良いね。
きだ好きだ好きだは難しいの、振りが難しいんです。好きだ好きだ難しいんですよね、振りがちょっと難しいんですよ。いい曲、なんか歌おうと思ってた、ちょっと忘れちゃった。もういやツアーめちゃめちゃいい曲ばっかだな今思ったら、今思ったってか今じゃなくても思ってたんだけど、なんか振り返れば振り返るほどいい曲だなって思う。すごい、神奈川いい、よかったな、泣いちゃうわ、ね、ツアーもう一回やれるわ、私の配信で一人でもう一回やりたいぐらい。いい曲やな。たまたまね今曲探してたら声出てきて、わこれよかったと思って今歌っちゃった。ちょなんか自分のパート以外はなんかちゃんと歌えるか不安だから、なんか知ってる曲はいっぱいあってもね、なんか歌うのちょっとためらってしまう。でも本当にいっぱい曲ある、本当に本当に本当にハサミしちゃった下かぶりもあるわ。いいなぁ、いい曲ばっかや。ストイックな美学いいな。ちょっともう歌えるかわかんないので、いい曲、曲思い出せない、ちょっと歌えなかったら怖いなぁ。でもこれです、これここら辺で最後にしよう。これこの曲結構めっちゃ好き、本当に武道館でやった時もあのなんだっけ、あの劇場のサプライズの時もわ本当に好きだなって思った。サビが特に、いやサビじゃないな、 A B メロ全部素敵、 A B サビ全部大好き、落ちサビも大好き、この曲大好き、いい曲。
その流れで言うと歌いたい曲あるわ。ただ歌えない気がする。私あんま歌ったことない、これ、この曲。ない、待って、歌いたい曲がない。嘘、え、これないの？嘘、つらい、つらい。ラベンダーフィールドなかった。マジかい、マジかいな。うわ、なんかもう今秋、冬になりかけ、秋になりかけて冬になりかけてるのに、私の心は今真夏。完全にもうなんかライフセーバー持って海で私はしゃいでたわ、私の脳内が。わあ、何歌おう。ラベンダーフィールド歌いたかったな。そう、悔しいな。大人練習は難しい。でも冬の歌。ねえ、憧れのポップスターさ、歌いたいんだけどさ、最初の音思い出せないんだよね。中で私だけのためにか。エビメロが不安。いけるかな。これでもちょっとできないかも。うわ、ちょっと怖いな。いい曲やな。なんでこんな AKB っていい曲しかないの？逆に不安。なんでこんないい曲しかないの？なんか不安。逆に不安。こんないい曲ありすぎて心配になっちゃう。練習してくる、ちょっと練習してくる。こんないい曲なのにちゃんと歌えない。ちょっと練習する。これはちょっと練習してくるから、まあ、ちょっと今日の練習ってことで、練習ってことで練習してきます。すごい、なんか興奮みたいね。練習してきます。うんぐるぐる。いい曲やな。みんな、なんでこんないい曲ばっかりなんだ。不思議だな。なんか知らない曲もいっぱいある。ああ、これがいいな。
とでもなんかこの今の流れでこれは違う気がするんだよな、この流れでこれは違う気がしているんだな。うわ、曲ありすぎて選べないわ。みんなのコメント、じゃあもう歌わないけど、ああもうやばい、私何時からやってたっけ、1時間15分やってる、次でやばいやばいやばい、ちょっとそろそろ、え、そろそろもう終わらないとな、ちょっとずっとは練習するわ。あれだ、もう1時間過ぎてるわ配信。なんか本当に昨日も言ったけど、毎日配信してるからなんか話すことなくなっちゃうんじゃないかなって思ってたんだけど、お話すことあるわ、あるっていうか、いや話題が尽きないわ。いやもう絶対昨日も配信したから今日話すことないから絶対30分ぐらいで終わっちゃうって思ってたのに、なんか毎日毎日1時間以上やってるんだけど、これ大丈夫？でも今日はさ、アンネームの話、アンネームのイベントの話とかで多分30分ぐらい使ってたから、まあそれはそう、え、ある、僕もある、話すことある、いっぱい話したい。むしろ早くひなちゃんを、ね、寝かしつけなきゃいけないまで、それは確かに、それは確かに、その説はもうすいません。私多分配信好きなんだと思う、結構なんか最初の方は配信苦手だなって思ってたのだけど、ちょっと全然楽しい、配信大好きだわ、あ寝れない私。みんながしかもコメントさ、こんなに時間経ってるのにさ全然さコメントいっぱいしてくれるからさ、私いつまで経っても寝れないよ、ショールームのせいで。苦手そうだったでしょう、なのにもうどうしてくれるんだよ、みんなコメントしないでよ、どん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 喋っちゃうじゃん、もう本当に。もうでも歌う曲はもうちょっと思い浮かばないから諦めよう。いい曲だった、ちょっと今日いいセトリでしたわ、私の配信。寝落ちしそう、やばいやばい、終わらないとやっぱ。今結構最後っぽい曲だったよね。いやでもこのね毎日配信はですねあれなんですよ、まあ成り行きではあるが、しかしがしかしね、そうさっきなんかコメントで見たけど、なんかクールそうに見えるってよく言われるんですよ。そうだからちょっとイメージ払拭してやるしかないなと思ってショールームやってるっていうのは非常にありますね。クール？はてな。そうって思うじゃん、思うじゃん。でもさなんか初見の人は結構なんかクールそうに見えるってよく言われるの、こう見えてね、こう見えてって言うけど、そうクールそうに見えるって言われるんですよ。そうだからクールじゃないよって言うためにやってるんですね。そう話しづらそうって言われるから、おとなしくしてたらそう見える、喋らなければってやつですね。ちょ
とヘラヘラしてるイメージしかないけど、そうね、ヘラヘラはしてるね、ずっと。よく怒られるよ、ヘラヘラしないでって、さえちゃんに。よく怒られる、ヘラヘラしないでって、いつもひなのヘラヘラしてるって、怒られちゃう。もう困っちゃうな。初期の頃はこんなに明るい人だと思わなかった。わかる、私も思う。私もこんな明るいかな、今わかんないけど。そう、じゃあ最後っぽい曲歌うしかないな。なんだろう、最後っぽい曲。いや、ちょっとでもずっとずっとが完全に最後曲だったな。やらかしたな。そう、もうずっとイヤホンしてるからすごい、頭もすごい、自分の声が何も聞こえない。聞こえるけど空調の音がします。何にしようかな。わあ、いいな、ありだな、かなりありだな。わあ、迷う。じゃ、意外とひなちゃんさ、多分優柔不断なんですよ、多分。結構多分優柔不断なんだよね。なんかいっぱいなんか出されると、あ、どうしよう、それもありだなって思う。わあ、その曲もありだなって思ったり。でも、わあ、この流れ的に違うのかな、うわうわっていろいろ考える。どうしようって思っちゃう。やっぱこの流れで、あれ、この流れでアンコールっぽいやつで、かつちょっといい感じの曲。ふにゅ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 。まあ、いっぱい出してくれて、私がうわ、これちゃんと歌えるかなっていうのも考慮してるんですね。っていうね、思うんですね。難しいですね。間違えちゃった。どうしよう、どうしようかな。なんか私、イベントの瀬戸とか考えてみたいな。結構いい感じの瀬戸に考えれる気がするんだけど。でも、もうちょっと曲を知っていかないとな。夢見てごめん、あれぜ。いっぱいあるな。今度一人で目撃者公演をひたすら歌う配信しようかな。うわ、歌いたい。でも歌えない、久しぶりすぎて歌えないと思う。ちょっとやめよう。めっちゃ私的に盛り上がったけど、歌える自信がないからやめた。わあ、絶対今のいい曲だったな。絶対よかったわ。歌うべきだわ。でも歌えなかったらやだ。やだ。ねえ、悩んじゃう。
じゃあもうしょうがない、クイにしよう。じゃあこれみんな好きな曲にするわ。みんな好きなやつにする。安牌ですが、じゃあみんな好きな曲にするよ。あ、バレてる。いい曲ですね。なんといい曲なのでしょうか。うわー、いい曲すぎて自分で泣きそう。まあちょっとそれは持ってるけど、比喩的な表現で泣きそう。素敵。ちょっと難しかったな。でも練習しよう。
しょ、これは嫌いな人いないでしょ、みんな好きでしょ。そう、私的にはね、摩天楼の距離がね、うわ激アツ、これがいいなって思ったんだけど、思ったんですが、ちょっと歌えるか自信がなかったので、ちょっとこれにしました。いやー摩天楼の距離いいよね、この曲からしかやられない。走る長距離バス目指すニューヨークシティ、いい曲ですね。ちょ、あの配信終わった後聴いて練習しておきます。明日には歌えるように。トゥ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 ブロードウェイのステージのスポットライト、どれだけの絶望と涙を、引き換えにする。ちょっと歌詞が不安です。あーまた取れない。練習しとく、このカラオケ配信のために練習しておきます。あーチーム復活してほしいな、チーム戦復活してほしいな。パイオニア大好き、パイオニア大好きおばさんです、うん、1時間ぐらいパイオニアだけ聞いて耐久レースしてたことありましたよ。まだ高3なのびっくり、高3じゃないです、第一の代です。私パイオニアだけでなんかもう3時間ぐらいは耐久できる。それぐらい好き、チームチーム目撃者やりたいね。チーム復活しないかな、チーム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 、どこっぽいかな。いや自分でどこっぽいなんてなんか言うのはおこがましい感じはしますが、Kね、なんか18期出るときは K 全然自分いるかもって思うけど、なんかあんま自分は K な感じしないです。 A かな、チーム A4 もあり、4も結構いいなって思う。でも B も言われる、でも目撃者やりたいから A に入りたいな。って思う。でもどこでも嬉しい、チームというものがあるのであれば。そう、じゃあひなちゃんはこの後目撃記者公演の曲をまるまる全部セトリ聴いて寝ます。お疲れ様でした、こんな脱線しまくり配信に本日もお付き合いいただき誠にありがとうございました。お疲れ様でした、あつもりやんないと、あつ森早くやらないとローン返済できないので、まあね、ま、明日早いんですよ、まあまあ、まあ、早くないんだけど、全然早くはないんですが、明日マンレームのイベントがあるので
ぜひみんな来てね。明日三つ編みします。衣装で三つ編みするので、みんなおいでん。お見送り、あ、通所写真会の決済忘れないようにしないと。忘れ忘れないでください。明日みんなで会えるの楽しみにしてます。ランキング読みます。13位、サトルンさん、ありがとうございました。12位、はやりんごさん、ありがとうございました。11位、スロキチアットシンゴさん、ありがとうございました。あ、今日も来てくれたね、ありがとう。ワンネームも。10位、 SK さん、ありがとうございました。そして9位、宮城0302さん、ありがとうございました。8位、いちさん、ありがとうございました。ありがとう。7位、さはさん、ありがとうございました。6位、まひらさん、ありがとうございました。5位、関根さん、ありがとうございました。4位、のぶさん、ありがとうございました。3位、つなちゃん、ありがとうございました。2位、まささん、ありがとうございました。嬉しい。そして1位、ひげのみずさん、ありがとうございました。とってもありがとうございます。今日も皆さん楽しかったです。本当に、本当にありがとうございました。脱線配信にお付き合いいただき、明日も配信すると思いますので、明日もよろしくお願いいたします。明日ランネームのイベントやって帰ってきたら配信します。まあ重ね重ねですはありますが、ランネームのイベント待ってるね。バイバーイ。寝ます。明日起きたいので寝ます。明日もよろしく。バイバーイ。どこへ行けるんだ。配信をカラオケに戻して。バイバーイ。